どうもエルザです。それではウォッチドッグスレギオンやっていきたいと思います。さて今回は群れの牙を抜くということで、あそこだね、タワーブリッジでテミスプロジェクトを妨害しろということで、多分この上に行くんだろうね。まあ行きますか。なんか不思議なところだね。ネクストロンドンって書いてあるね。でもこうやって周り見るとさ、アルビオンが確かに手中に収めてる感はあるね。強いね。ある程度やっぱ高いところにロゴあるもん。さあトバーブリッジ、アルビオンのメイン通信ハブです。王室が隠し持っているメタンフェタミンよりも厳重に守られていますね。まずは向こうの暗号化装置から破壊してください。ハッキングの腕に自信があるなら戦闘ドローンを何体か乗っ取るのもいいでしょう。ちゃんと聞こえたよ。戦闘ドローンか。うわー、これはこれはなかなかですな。いいへい。じゃあ降りますか。絶対バレそうだけどね。お、これは。よし、行くか。下からは、まあ、来ないね。おい。200円か。どう動く？お、一撃の方だね。よしよしよし。順調順調。上から。ま、目の前から行けるよね。てか、こんなサーバーあんのか。はははは。でもまだ上なんだね。右側から行くか。あれが一つ。
なんだ。よし、おやすみ。テックポイントゲットして、あ、これハイジャック、これはバレないんだよね、この時はね。やった、次。やるならショックだな。はい、じゃああのように連れて行ってあげるよ。さて、嫌な感じの音がするな。できるだけ隠密で行きたい。バレてると思うんだけどね。ま、知らないふり。いや、君もだよ。早い、同じ場所。あと一人はまあ大丈夫かな。まあそのうち来るでしょう。一人いたような気がしたんだけど、あれは、うん、オッケー。うん、じゃ向こうカット。今のが最後の暗号化装置です。これで中央アンテナからウイルスをアップロードできます。ちゃんと聞こえたよ。ちょっと待った、ウイルスアップロードしろ。向こうか。じゃあ、ある程度やっつけて正解ではあったんだね。よし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 。さあ、どうなる？よし、行くよ。接近するドローンを検知しました。まさか、またテミスドローン？いえいえ、これらはアルゴリズム型の殺人ドローンではありません。人間を殺傷可能な普通のドローンに過ぎません。どこ行った？ドローンどこ行った？痛い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 。半分か。ゆっくり見ようって言いたいけど、私死ぬかも。侵入を検知、ドローン増援部隊を。そうだね、ゆっくりはゆっくりは無理です。見つけた。はい、テイク。また君はきつい。やばい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 。近くに戻るまで再開しません。向こうの方があなたを怖がっていますよ。そう、下はダメか。それはなかなかえぐいな。やばい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 。
催涙か。見つけたぞ。アンテナとしては大きくて怖いかもしれませんが、ニャロ。ウイルスのアップロードは近くにいません。よし、成功。すごい、いい眺め。いい花火だったよ。蹴りはついた。綺麗ですね。ですが見とれるのはほどほどにして、早いところここを去りましょう。はい、こっちも嫌。あー大変だった。いや半端なさすぎるやろ。半端ねー今のマジで。ドローン硬いからさ、きついねそれがね。ママにお土産買おう。何のお土産買うの。いやなんとか出れるね。まあでもいい感じだったな、ペース的には。でもやっぱ画面下に降りると、画面下てか下に行ったらさ、ダウンロードしないってなかなかいい設定してるよね。ソーシャルアルゴリズムによって駆動するドローンで制御を執行するというキャスの計画は裏目に出たようですね。ところでドローンの名前の由来ですが、彼は本当にギリシャ神話の一つでも読んだことがあると思いますか。次の計画を潰すにはどうすればいい。その次は結局はキャス自身をどうにかするしかない。奴を止める方法を考えないと。あいつには軍隊もドローンもあるし、大勢の支持者もいる。強力すぎるよ。正面からぶつかって全てあいつが悪いってどうやって証明するの。このままじゃただのテロリスト扱いされるだけだよ。なら奴を支持する力を削ぐまでだ。バグリーと一緒に対応策を考えた。詳しいことはブリーフィングで話そう。さあまたブリーフィングということで移動だね。まあまあミッションクリアは良かった。さあクレアの正義と。でそうそう、移動する前にね、多分テックポイントめちゃくちゃ溜まってるんで、ここら辺さね解放してないんで、ガンジャム、ハッキング、妨害は取っておこう。ああまだ取ってなかったのか。取ってないのは取っておこう。35 35 15。あこれ CT60 にしとけばよかったか。鎮圧とこれね。あまあいいや。陽動ハッキングはいいかな。よし、さあブリーフィングに移動しよう。さあ戻ってきた。これからだね。そろそろ反撃出ちゃう。ロンドン上空で見られた爆発についてアルビオンは、自社のドローンプロジェクトがデッドセックの妨害を受けたことにより生じたものだと発表。 GBB ラジオ1の独占インタビューでアルビオンの CEO ナイジェル・キャス氏はこのように述べました。デッドセックは自由のための戦いだと言いますが、実際はロンドンの自由を奪っています。
今回のドローンプロジェクトはアルビオン単位の代替で町を元の姿に戻すための計画でした。ですがこうなっては人々を危険にさらすことになる。リーダーとしてそれはできません。キャッシュはその後リスナーへのお願いとしてデッドセックらしき人物については速やかにアルビオンに通報するよう求めました。あいつ本気なの？自分に逆らう人を全部殺して私たちの仕業にしたの？残念ながら一定の効果を見せています。今のは陽気すぎましたか？奴らしい。人を恐怖に陥れてから英雄ぶって現れる。奴の正体を暴いてやらなきゃな。つまり奴の弱点はイメージだ。それを壊せば瓦解する。実は考えがあるんだね、バグリー。クレアウォーターズ、反体制派のポッドキャスターです。ある次回予告の後行方不明になりました。オンエアに至らなかったので手がかりはこれだけです。次回のバッカニアではライジェル・キャスに近い人物と対談します。彼はキャスが暴君だってことを証明すると約束してくれてる。これでキャスの正体に気づく人も増えるかも。みんなでホワイトタワーをぶっ潰そう。ではまた来週。事実をねじ曲げることができるんならナイジェルはきっとそうしてる。始末しに行ったなら怪しい。内容を抑えよう。クレアの収録はフレイト1が多いです。そこから探しましょう。クレアウォーターズは平等な批評家のようです。今はアルビオンに照準を合わせていますが、かの天才スカイラーセンだけでなくサーズやクランケリーまでをも非難したことがあります。なかなかの逸材ですね。デッドセックが彼女と協力したら何ができるか考えてみて。私たちなら正しい情報をあげられるし、その情報を知れば彼女のフォロワーも味方になってくれるよね。ここ最近はキャスの周囲を調べ回ってるみたいだ。彼女がまだ奴を追い込めるだけの材料を手に入れてないなら、お前たちとも協力して情報収集に当たってくれるかもしれない。はい、ということで、今回はここまでとなります。いや、次回クレアだね。クレアおばさんっぽい感じだったけどまあ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 、今回ここまでにしたいなと思います。いやー、差が激しいね。そもそも銃撃戦をさ、そんなにする設定でやってないんでねえまあでも攻略できた時は気持ちいいね。ということで、今回はここまでとなります。よければチャンネル登録、高評価ぜひともよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたねー。